四号艇加藤正彦選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、早速ですが、ここまで戦ってみて、<laughs> 船足の仕上がりはいかがでしょうか。そうですね。もうあの全権もらった時から、すごい力強いエンジンだったので。はい、もう、何ですか、ペラのもう微調整でずっと進んでます。そうなんですね。はい、特に気に入っている部分などはありますか。もうレース足がいいので、はい、グイグイ伸びていくような足ではないんですけど。あのー、回。って でから横流れすることなく押してる感じですし、でスタートも全速できればちょっと余裕あるかなって感じなんで全体的にバランス取れて上位なしだと思います。わ、はい、かりました。乗り心地などはいかがでしょうか。そうですね乗り心地もあの多少ちょっとあの乗りづらさあった時はあるんですけど、はい、でもあのしっかり押してくれてるのでそこそこまであの乗りづらい感じはないので。 乗り心地もいいと思います。分かりました。優勝戦の当日の作業は何か考えていることはありますか？いや、もうあのないので、気象の回転を合わせるだけですね。はい、借りました。優勝戦は4号艇でのレースとなります。はい、コースを含め、レースイメージはいかがでしょうか？そうですね。まあ4コースは出張したいなと思ってるんですけど、まああの美川さんが伸びるので、はい、まあちょっとそれについていけるようついていって展開つけるようにはしたいなと思ってます。分かりました。はい さあスタートについてですが今節見え方ご自身との関東の比較はいかがでしょうか。そうですねエンジンがいいのでちょっとあの怖い感じでコ怖ごはいってる感じではあるんですけど <laughs> 優勝戦なのでしっかり遅れないようにえー、っとできるだけ全速では行きたいなと思ってます。わかりました。さあ当時では初輸出となりました。<laughs> はい、それでは最後にファンの皆様へ一言お願いします。はい、えー、チャンスあると思います応援よろしくお願いします。